エルンスト・ブロッホ・エルンスト・ジー・モン・ブロッホは、ドイツのマルクス主義哲学者、無心論者、神学者。ユートピア思想や表現主義の影響下に、独特のマルクス主義哲学を展開した。ジンメルの紹介で、ルカーチと信仰を結んだほか、ベーバーやベンヤミンとも交流を持った。代表作である、ユートピアの精神や希望の原理は、1968年前後の、 学生運動や解放の進学などにも影響力を持った。1885年、ルートビヒスハーフェンアムラインで同化ユダヤ人の鉄道局管理の家に生まれた。ビュルツブルグ大学で哲学を勉強したながら、ゲオルク・ジンメルや、ルカーチ・ジェルジと知域になる。とりわけ、ルカーチとの修正にわたる交友は、ブロッホ自身が後年、強制とまで呼ぶほど親密なものとなった。 卒業後の1913年、バルト海の醸造者の娘エリツ・エホンストリツキと結婚した。1915年にハイデルベルクを訪れた際には、マックス・ベイバーとも知り合う。第一次世界大戦の激化に伴い、1917年にスイスへ亡命。翌1918年、最初の著書、ユートピアの精神を発表。 怪獣な作品であったため世間一般の評判はかんばしくなかったが、テオドール・アドルノやバルター・ベンヤミンなど問題意識を共有する少数の優れた読者からは絶賛された。1920年代はジャーナリストとして活動し、ベルトルト・ブレヒトやクルトバイルなどの芸術家と関わりを持つ。 1933年にナチスが権力を掌握するとユダヤ人であったブロッホは直ちに国外へ脱出する。最初にスイスへ、その後オーストリア、フランス、チェコスロバキアなどを転々とした後、1938年にはアメリカ合衆国へ亡命。それから約10年間にわたりアメリカでの亡命生活を余儀なくされた。この逃避業の最中に第二の主張。 この時代の遺産を観光。日常的な現実の中に潜む、もはや意識されないものと、まだ意識されないものという二つの概念を軸にして、モンタージュによって、自らの思考を構成してゆくという手法は、ユートピアの精神から引き継がれたものである。この手法により、なぜ、ワイマール共和国はナチスを生み出し、ヒトラーを政権につかせなければならなかったのかを、究明した、この作品は、 マルクス主義者ではない作家、批評家からも高く評価された。また、同時期には、表現主義をナチズムに宣弁をつけたものとして非難する、ルカーチに対して、前衛芸術が未来を展望し実現する、可能性を信じる立場から反論を加え、いわゆる、表現主義論争を展開した。第二次世界大戦後の1949年には、東ドイツへ帰国して、ライプツィヒ大学で、 哲学教授の地位を得る。アメリカで過ごした対戦中には、施策の成果をまとめる機会に恵まれなかったブロッホは、次々と著書を刊行し、1954年から1959年にかけて、第三の主張、希望の原理を発表する。しかし、ブロッホの思想は、極めて独特であり、異端的とさえ言えるものだったため、修正主義との批判を受けるなど政府当局との間に、 圧力が生じるようになる。そして1961年、ベルリンの壁の建設を機にして、西ドイツへ移住、中便元大学で、哲学名誉教授の職を得る。1967年ドイツ出版協会平和賞、受賞。政治活動にも、積極的に参加しながら、晩年の著作を精力的に執筆し続け、1977年に中便元で没した。 ありがとうございます。